それでは第66回ダイヤモンドステークス、こちらの方の予想を始めていきたいと思います。このレース、基本的に硬いレースですね。1番人気も結構堅実に走るというところもあって、小波乱ぐらいまでというふうに考えたいレースですね。前走成績では重賞5着以内の馬か、オープン戦を勝ってきた馬というのが調子がいいというところで、やはり硬い結果になりやすいというところですね。血統面ではハーツクライサンクが4年連続で連対しているというところで、相性の良さを見せているというところになります。やはりハーツクライで特徴的なところ、トニービーの血ですね。そういったところは侮れないなというところで、他にも母父がエリシオとかがよく走ってますので、凱旋門賞血統というのは、注意していきたいというところになります。客室面では差しが有利なんですけれども、意外と逃げも、ちょいちょい馬券に絡んでいるというあたりで、単純に後ろから行く馬を狙えばいいというわけではない。そういったところは念頭に置いて馬券を組み立てた方がいいのかなというふうに思います。枠順面では大外枠が毎年のように馬券に絡む一方で、一番枠というのも結構馬券に絡むというところで、割と極端な枠の方がいいのかなっていうような感じですね。そんなに気にするほどでもないですけれども、そういった傾向あるのかなっていうのは頭に置くといいかもしれないです。というところで、大外ではないですけれども、本命はカムフィーですね。こちらにしたいと思います。去年も3着に来た馬というところで、コース適性も十分あるよというところなんですけれども、走ってきて結構上がりで言えば、後ろから行くタイプというのももちろんあるんですけれども、2、3番手で結構早い上がりは使えるというところになります。で、このダンス・イン・ザ・ダックっていうのも、ダンス・イン・ザ・ダック自体の母乳ですね。二陣スキーの血が入っているというところで、凱旋門賞ゲットですね。そういったところのポイントもあるというところで、今年も放送することは十分考えられるんじゃないでしょうかというところで狙っていきます。前走のステイヤーズ・ステークス、こちらもアルバートはもうずば抜け強かったんですけども、そんな中でも頑張った一頭かなというところで、実力上位じゃないのかなというふうに見ております。結構このレースで、緑色とか色がついているところが今回のダイヤモンドステークスでも走っている面々になるんですけれども、なんだかんだ長距離は一緒のようなメンバーで走ることが多いのかなというふうにも思います。あんまり母父ノーザンテイストが向くとは思えないんですけどもね。父が長距離血統なので、そんなに毛嫌いする必要はないかなというふうに見ております。対抗の方をですね、トゥインクル、こちらにしたいと思います。10番。父がステイゴールド、こちらも凱旋門賞血統というところでいいかなというふうに見ております。こちらも母父はノーザンテイストなんですけれども、そんなに考えずに、狙っていこうというところですかね。こちらも大体同様に、毎回だいたい走ればメンバー中上がりの速さは3番手以内、上位の足を毎回使えるというところですかね。ただ条件戦を勝ち上がってきた、そういった馬になるので、弱いメンバーであればやはり速い足は使ってほしいというところで、これぐらいのメンバーになってどうなのかなというところが真価が問われるかなというふうに思います。ステイヤーズステックスも3着と、構想はしていますので、長距離も特に問題ないというふうに見ております。一発はあるんじゃないかなというようなふうな、見方をしております。他3番ファタモルガーナですね、抑えていきます。内枠に入って前から行くタイプというところで一発あるんじゃないかなと。前走じゃなくて前年ですね。こっちの方は2着に来ているので、上手に乗れば一発はあるんじゃないかなというふうには思いますね。ちょいちょい休みを挟んでのここというところで、仕上がり加減一つかなというふうにも思いますけれどもね。
8、まあ、エリシオ、まあ、ここら辺が結構効いてくるポイントになるんじゃないかなというふうに思います。あと1頭、5番、マドリードカフェ、こちらにしたいと思います。まあ、マイニオステークス買ってきてますからね。まあ、面白い馬かなというふうに思います。まあ、ちょいちょいやっぱりマイニオステークス買ってくる馬っていうのも、このレースで馬券にはなりますからね。まあ、注目の一戦というふうにも思います。まあ、決闘的には、父マンハッタンカフェはやはり長距離得意なんですけども、まあ、母方がかなりダートで、そんなに距離は持つのかなという印象があるので、まあ、抑えるだけ抑えようという感じですね。まあ、正直、どこまでやれるかは未知数というところもありますしね。まあ、ずっとダートを使ってきて、ここ3走芝使って、意外と走っちゃったみたいなところがあるので、まあ、まだそういう意味では芝での伸びしろは感じられるかなと思います。予想の場合以上となります。ご視聴ありがとうございました。